ベルトビズ。この日、ヘリに乗る角谷キャスターが向かっていたのが。東京お台場。あ、見えてきました。こちらパレットタウンがあった場所ですね。当時観覧車もありましたが、今はすっかり更地になってしまっています。そして、その横には。 ああビーナスフォートなどの商業施設があった場所ですけれどもこちらにテーマパークができるということですビーナスフォートは中世ヨーロッパの街並みを再現した商業施設でしたが2022年3月に閉館しましたこの施設を新たなテーマパークに生まれ変わらせると発表したのが森岡剛さん P&G 出身でその後 ユニバーサルスタジオジャパンに入社ハリー・ポッターなどを持ち込み USJ の入場者数を V 字回復させましたその後マーケター集団刀を立ち上げ最近では西武園遊園地のリニューアルもプロデュースするテーマパークの再生請負い人ですその森岡さんが作る新たなテーマパークというのが はい、これがあの我々の新しいテーマパークの名前イマーシブフォート東京と申しますイマーシブ体験をテーマにした新しいテーマパークの提案になりますテーマパークでは珍しく既存の建物を射抜きして作るこの施設2024年春の開業を目指すイマーシブフォート東京ですビーナスフォートの2階と3階に整備し 総面積はおよそ三万平方メートル。今年六月に豊島園跡地に開業したワーナーブラザーススタジオツアー東京と同規模となります。年間百万人の来園を目指すというこの施設、テーマに据えたイマーシブは英語で没入感を意味しますが、どのような施設なのでしょうか。物語の結末すら変わっていくということです。

今回発表されました、はい、新たなテーマパークというのはどういうものを作ろうとなさっているんでしょうか、はい、あの従来のテーマパークの,の良さは私自身もあの携わってきたので分かりつつもですねあの従来のテーマパークとは全く違うです、ねうん、この感動を作り出す、えー、テーマパークです。それっていうのは 従来の,のテンパークはあの同じものをみんなで見て同じような体験をして同じような乗り物に乗って大体同じような体験をするそれを高いレベルで提供するっていうためにいろいろ開発をしているものなんですねだから一日にあの満単位の人がいろいろなことを楽しめるそれはそれで素晴らしいんですけれどもえっと これよりももっと実は強い刺激興奮感動というのが作れるシステムがありましてそれっていうのはその何かを見て乗ってっていうこの何かをされる側としてお客様としてショーを見たりパレードを見て手を叩いたり何かをこう見てる第三者的な視点ではなくてですねあの実際自分がその物語エンターテインメントの中に取り込まれるという演者と ゲストっていうこの2つの関係性を完全に混ぜてしまうっていう自分がその演者の一部になるっていうそういう構造になってる新しいテーマパークこれイマーシブ体験というんですけど完全没入体験というふうに我々はあの日本語で訳そうと思ったんですけどこの完全没入体験をえーテーマにしたテーマパークはこれ世界初になりますでこれをえ日本で展開して。 あの東京に置くことによってです、ねえー、日本を東京あのエンターテインメントの最先端に、えー、として輝かせたいそういうい事、えー、業になります、はい、より具体的にこのテーマパークではどんなイマーシブ体験がでできるるよううになるんでしょう、はい、あのイマーシブ体験、えーとですね、大体です、ねえー、とまあ12個ぐらいを今想定しておりますけども、うんはい、イマーシブ体験のアトラクションが12個ぐらいあってこれはまあ、えー 今後ままた増やしてていいこうと思っています、まあ、イマシブ体験初めてだよっていう人がもう気楽に入って楽しいねっていうタイプのイマシブ体験から、えっと、一番です、ね、ディープなやつまで、うん、ディープなやつっていうのは、はい、それこそ,その、まあ、30分40分1時間ぐらい中に入り込むわけですね、えー、でその中で、えっと、自分自身がですねそこに入り込んだら物語の設定の中に入り込んで、うん、そこで自分で取った行動がです、ね、物語の結末に影響を与えてしまうんですね。<ー>例えば 中に入りましたと何かこう向こうから人が歩いてきて自分に何か耳打ちするんですよあそこの、えっと、部屋で人を待っててくれと、うん、もしなんか危険があったら危険が感じたらクローゼットに逃げ込んでねみたいなことを言われてその通り行って部屋の中で待ってたらなんかすごい声が聞こえてきてですねギャーとか声が聞こえて,きて「えっ何,何なの?」と思って怖いんでクローゼットの中で隠れたら目の前でですね事件が起こるんですね。 なんか殺人事件の現場を自分がクローゼットの中から目撃してしまって目撃した瞬間に例えば犯人がこっち見て目が合うみたいな,なそういう体験ってもはやそ,のそれをドラマで見てスクリーンのこっちであのポップコーン食べながら映画館で見るんじゃなくて自分自身がその場にいてその事件の当事者の一人になる時にもはやこれは体験じゃなくて殺人現場に出くわすと人はこういう気持ちになるんだっていう。絶対 ありえない,というかあってはいけない体験なんですけどそれを本当は安全な空間の中で、えっと、体験できるんでこれはまあ体験じゃなくて実は人生経験ぐらい強い、えー、ドキドキ感とワクワク感がある体験これがの今週体験なんですよ一例ですけどね。 まあその新たなエンターテインメントのジャンルの一つとしてこのイマーシブというものを、はい、テーマパークのテーマに持ってこようと思ったのはこれはですね、えー、あの今実はあのエンターテインメント業界はあのデジタルエンターテインメントとライブエンターテインメントがやはりこの大きな意味ではあの競争してるんですね。うんうん、でデジタルエンターテインメントっていうのは皆さん最近ではよくご存知の,そのスマホとかその中であ、えー、まあ5分10分の隙間時間でエンターテイメントができるソシャゲとかは。 あのこれも素晴らしい隙間時間を生かしたデジタルエンターテインメントの一つの一つのジャンルであったりあとはあのオンデマンドでもう映画館まで行かなくてもですね家で結構最新のタイトルをこう自分の好きな時間に見れるっていうのはもうデジタル化が進んだいわゆるコンテンツのデジタル化ですよねこれはどん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 流行っていってすごく便利で早く簡単にエンターテインメントを消費できるようになっていくこのデジタルの世界あるいはあのゲームの世界もそのまああのいわゆる V. R. ゴーグルとかですね、もっとオーギュメンティとリアリティって言うんですけど。網膜に書くですね、うん、この。A. R. とか、まあ、そういうものまでできて。デジタルはどん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 進歩してるわけですよ。で、ライブエンターテインメントは何なのかというと。えー、これ、これで、えっ、ー、と、実は。ちゃんと残ってるんですよね。テーマパークって、実はライブエンターテインメントの。一つの、今、最高峰の強さを持っている。一つのフォーマットなんですけど。テーマパークエンターテインメントって。あの。実は、この数十年間。 表面上はですねいろいろ最新のものでアップデートされていてるんですけど根本的な構造っていうのは変わってないんですよね。うん、それは100人来たら100人に同じような高いレベルの体験をしていただくっていうのがだからテーマパークは楽しいいいっていうのもあるんですけれども実はこれっていうのはライブであるがゆえの良さをユニークには生かしきれていない。 それはどういうういいことかというとかデジタルコンテンツでもです、ね、お茶の間で大体見たら大体同じようなものを同じように体験できるしスマホでも大体同じような体験を同じようにできるわけですよ。うんえー、そうじゃなくてライブっていうのは、まあ、一期一会なわけですよね。うん 本当生感であなたがいて私がいてそこで化学反応で起こることは予測不能これがライブの一番面白さなのでそれを生かそうとすると100人来られたら100通りの体験を提供できないと本当のライブじゃないじゃないですかでこの方向にライブエンターテインメントをですねデジタルに負けないようにやっぱアップデートしていきたいもっと言うと今すごく多くの方に支持されているテーマパーク型のエンタライブエンターテインメントをイマーシブエンターテインメントによってですね 進化させたいいいうふうふに思っていますでそれが今回のこれをすぐに進化させていかないと例えばアニメーションの世界もですね、ええ、やはりあの私大変尊敬している宮崎駿先生の,あのスタジオジブリのあの手書きのやっぱアニメーションの独特な味とかいうものは僕は残り続けると思うんですんあの価値っていうより輝くけれどもやっぱりデジタルアニメにどん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 視野が生まれていくわけですよ。中でやっぱ デジタルは進進化化していいいくのにライブも進化させななきゃいけない、うん、そうじゃないと拮抗されたライブの良さっていうのが少しずつ少しずつえっと飲まれていくと良くなくてこっちも面白くなってあっちも面白くなれば両方ともが栄えれば人はより笑顔が増えるはずじゃないですか、うん。というわけでまあライブエンターテインメントをしっかりと手こ入りしていくっていう意味ではあの我々が今まで培ってきたテーマパーク技術と実はずっと培ってきたイマーシブエンターテインメントの技術を組み合わせてイマーシブの テーマパークを作るというのは、あのぜひやってみたいことで、もう何年も前からさ計画していたプロジェクトです。ああう,ですかうん。伺ってますと、まあそのライブエンターテイメント、はい、まあテーマパークをもう一段また次の次元に持っていくためにはもう、はい、イマーシブしかないということなんでしょうか。他に何かその考えられるものがあってイマーシブを選んだのか、どういう思いでこのテーマを選ばれているんでしょう。 そうです、ね、あの、えー、今のテーマパークももっと面白くできる方法はいろいろあるんですね、えー、例えばその体験のコアになる価値みたいなものをもっと研ぎ澄まして設計すれば、えー、この世にあるテーマパークはそれぞれがもっと面白くできると私は思っていますけれどもそれっていうのは今ののテーーマパークの構造上に乗った発展なんでこれこれ素晴らしいんですけどこういった違う軸ってなった時に、えー、私はやっぱり。 さイマーシブしかないと断言できるかというとこれは未来にいろんなもの出てくる可能性があるのであれですけど今現時点で我々が調べた中で最も刺激が強くてより普通の人が、ええ、普通の日常を過ごしている普通の人が楽しめるエンターテインメントとしてはこのイマーシブが最高レベルの、えー、とワクワクとドキドキを、えー、人々に差し上げる、ええ、やっぱ 可能性が一番高いというふうに我々は考えています。今現代人の方忙しい中でデジタルの刺激にずっと、えー、まああのまああのそれを消費しつつまあ増えつつ飽きてるんですよね。でそれっていうのはやっぱり百人百用の体験だからですよ。えーはい、であとはデジタルの刺激って皆さん分かると思うんですけど、うん、デジタル例えばゲームで バン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 銃をこう撃って敵を倒していくみたいになったらそれをなんか本当に実社会でですね銃バンバン撃つわけいかないじゃないですか。でもそういうゲームでやったこと「剣と魔法」のゲームをやったらどっかで本当剣と魔法を。 使っっててできなないかなっていうのを人前で言うと大人はですねちょっと恥ずかしいんですけど子供は素直に言えるし大人も実は心の中で思ってるんですねだから大人があれだけ夢中になるわけですよ「ハリー・ポッター」に。なのでえっとそういう願望っていうのはやっぱりあの誰しもあってでそれを実は実現できると思っていないんですよね。これれれががそ満たされるべき 満たされることとができるとは思っていないなのでで満たされるんですよとこの完全没入体験っていうジャンルがあって,てイマジブ体験って,っていうのを知ってる方ってまだまだ少ないんですよ。これテーマパーク化することによってあこんなストレス解消のこんなスカッとした感動ってあるんだなとかあは友達と行った時に友達がですねえっこんなこんな側面あるのっていうあるいは自分自身え私ってこういうこういう,こういうことできるんだとかあ こういうふうに思っちゃうんだとかいうことをこの発見するっていうのはなかなかライブでしか起こらないことでそういう自分なららでではのの体験っていうのは今人々に求められているんですよねあのデジタルが進んでカスタマイズされたような実は人のこうおしなべて同じような体験に。 簡単に消費できるようになってデジタルが輝けば輝くほどライブの値打ち自分ならでの体験強い刺激、まあ、ライブの刺激にまあかなうものはないじゃないですか、うんえー、だから今のライブコンテンツその音楽でも何でも流行ってますよねそこにやっぱりデジタルでは絶対にかなわない強さがあってそれを増幅したらきっと今のちょっと疲れたりいろいろとストレスが多い現代の方の明日も頑張ろうかなって思ってもらえるなんか力に何か、うん しててていいいただけるんじゃないかなかって思っ思ます、うんはい、そういう中でこのイマーシブというものをテーマにテーマパークを作られるわけですけれども何か今回のテーマパークはそ違いがこれまでのものとあるのかその辺りはいかがでしょうかというのはそれはですねあの,あの私もいあの体験したらそうお面白いんですよ、えー、面白いのであの、まあ、面白くないとは言わないんですけど <laughs> 難しいんです言い方がね。えー、ただあのちょっとね分かりにくいんですよ。 分かりにくい、はい、もっと言うと消費者視点でで作られていないなすねクリエイターの作りたいものを趣味で作っているクリエイターが面白いと思うものを作っているこれは僕らは、えっと、マーケティングの会社ですので、えー、消費者が感動するものは何なのかって視点から作るのとクリエイター視点でクリエイターが まあ自分が面白いと思うものもっと言うと自分がが消費者が面白いと思っててて作るるものは得てしてずれるんですよ、うん、僕は世界にあるこのいしめエンターテインメントは面白いしパイオニアなのでリスペクトしつつもちょっと普通の消費者には分かりにくい分かりにくいというのは感じにくいでストーリーは分かりにくいとっつきにくい何が起こっているかフォローできない。 エンターテインメントに非常にこなれた人ですごく感度の高い人のクローと向けに作られてるんですよね一番クローとがクリエーターなんですよね。ねそうじゃなくて私はあの1,000人いたら1人か2人がすごく感動してクローとだけは喜ぶもの、まあ、それを頑張って作られる方もいていいと思うんですけど私ども刀は1,000人いたら1,000人が感動するもの1,000人いたら そのマジョリティの方々が分かって面白いと思うものを作りたいでそれが僕らが今回考えたイマーシブシアターっていう世界にあるものは少人数の区切られたものであのやってるんであれ運営するのも簡単ですし仕掛けるのも簡単なんです少ない人数をイマーシブで感動させるのはそんなに難しくない、うん、でも今回違うのはやはりですねあの100人200人まあ一日で何千人っていう人を、ええ、イマーシブシアター シアターがいっぱい集まったテーマパークの中に入れて満足して帰っていただくっていうのは実はその大きなチャレンジなんですね、うん、でここができるのはその大人数を受け止めて感動させて帰らせるということがそれも難しいことなんですそれはテーマパークで僕らずっとノウハウを蓄積してきたわけですでそのノウハウと今しぶシアターを実際構築して実際大成功させてきた刀の中にいる角をはじめとするクリエイティブのですね人間たちの 能力をこう組み合わせることによって初めてできる。つまり、クロートのクリエイティブドリブンなクリエイティブの皆さんが好むようなものを世界であん作ってらっしゃる方々では、多分イマーシブシアターのテーマパークは作れないあ,あそうですか。それが我々がやる今回の世界初というの意味で、うん、イマーシブ体験をテーマパーク化してより多くの方に、えー、楽しんでいただけるようになるっていうことですね。一部の人だけが楽しんでたものが。 もっと多くの方がもっと楽しくこの素晴らしいエンダターテイメントのフォーマットを体験できるのがこの春から始まるということですより広くこの「イマーシブ」という言葉はまだ日本ではなかなか浸透してないですけれども、はい、それをもっと広く多くの人に伝えていきたいということになるんでしょうかそうですねこれがあれば今までのテーマパークも楽しいんですけど、えー、私テーマパークの楽しさは決して否定しませんテーマパークのよ,よさもある。ただ、えっと そのテーマパークの刺激レベルでは興奮レベルではあの取りきれないこう心の折といいますかねあの私自身も個人の話をするといっぱいあるんですけどなんかこう本当になんかこう積み重なったいろんな思いとかを本当に取っ払ってすっきりするっていうのは思いっきり笑って思いっきり泣いて思いっきり感動して思いっきりこう知的好奇心を煽られたりってこの深い刺激っていうのはあの。 今の方が出せるんですよああで、これを多くの日本の方、うん、ほとんどの方がまだ知らないので、ええ、ぜひ体験していただきたいんですそ、うん、こ一回体験するとああこういうことねということが分かるのであのなかなかあの、うん、ななかなかですね、うんえー、テーマパークもないと困るんですけど、ええ、テーマパークに加えてこういうものがあれば消費者により彩りのある選択肢が生まれてあのこれ本当にあの。 1> 1回体験するとたまらなく、うん、あこれストレス解消の装置としてこんなものが世の中にあったのかと思ってもらえるライブの良さを増幅させた今ブ体験ですので、うん、楽ししみにしていいいたただきたいと思います、はい、あのここから少しそのビジネスの話も伺っていきたいんですけれども、はい、まずこれまでもテーマパーク手がけていらっしゃって今回はこのテーマパークは経営の方にも 携われるということでよろしいですか、ね。はいあの。刀が100%で、うん、えっとあの形積みを持った形であのやります。はい。あの沖縄のテーマパークも今進めていらっしゃいますけれども、はい、この今社長が初めてという。えっと沖縄のテーマパークは、はい、えっとあれも刀がですねあの今あの主導させていたまあ、株主としてのあのいわゆるマジョリティをですねあの持たせていただきながら多くの方々のあの協力をいただきながらですね他の株主と一緒に やっていますが、あれオープンするのは2025年なんです、ね。25年はい。で、この今渋フォート東京は、ええ、この2024年の春、まこの春ですね。ええ、あ半年後に次の春ですね。はい。はい、開きますので、こっちらは先にオープンしますね。なるほどじゃあ、刀が自ら運営するテーマパックとしては初めてのものになる、初めて開業する,ある。ああ、実はあのネスタリゾート神戸とかは、ええ、あの刀資本参加はしていますので、まああのいろいろと。 全く初めてではもちろんないんですけれども、えー、ただ完全に100%の,あの、うん、経営責任を持った方なんか完全直営のものはこれが初めてになります。 ととなりますと今回の,このテーマパークというのはその投資規模でいったらどれぐらいの規模でどれぐらいのチケットの価格でどれぐらいの集客目標を見ていらっししゃるんでしょうあのあのチケットに関しては最終的にはぎりぎりまで調査を繰り返しながら最終決定するのでまだ決まっていませんが、えーはい、ただあの、まあ、あの世の中にあるテーマパークに行かれる方々がうわこれ高すぎていけないよってなって てしまわない価格っていうやつですかね,ああすね体験の付加価値一、ええ、人の体験の付加価値ではこっちの方が圧倒的に僕は強い刺激だと思っているので本当の理論から行くとかなりの 高単価ででで販売できるはずなんですね例えばその先ほどおっしゃられた海外にあるものに関してはイマーシブ体験っていうのはそのディープな体験のものはまあえ300ドルとかでも安い方だから今でった4万5,000円とかで500ドルとか6万7万8万払ってみんながチケットが完売するぐらいすごい体験なんですよ。 だけどやっぱり1人8万円とかだったら、ね、その多くの方来れないじゃないですか <laughs> でそれはちょっと僕は何ですかね日本人を元気にするっていう刀的に考えると、まあ、ちょっとテーマパークに行く値段をやっぱりベンチマークにして自分もまあこちらにも行けるよなっていうレンジで価格は考えています。ああとととと投投資資に関してなんですけど、まあ、投資規模とかかはあの来場者数のの目標とかいうのも あのよくあのお尋ねいただくんですけれどもちょっと現段階では一応非公表にさせていただいてるんですね。うん、というのはあの我々があのいくら投資して何人の集客を見込んでいてでっていうことを、まあ、世の中に公表してしまうとですね実はこの先ほど少人数でしか今まで成功してこなかったあとイマーシブシアターのノウハウを使ってテーマパーク化するということのこの発想みんな無理だと諦めてるんで、うん、それが。 できてしまうのかあ刀がやるのか盛岡がやるのかっていうのが、まあ、海外の方々に注目されるとうちのその目論見みっていうのがここに実はノウハウがいろいろ入っていますので、えええー、そこに関しては今の段階ではしばらくちょっと保留させていただいてあ,の、まあ、ある程度もう世の中に開示してもいいなってタイミングが来ると思いますのでその時にはあのいつかは多分公表できる数字だと思うんですけどの、まあ、段階でちょっと非公表ということにさせていただければと思います。 そしたら、チケットの値段っていうのは、どうでしょう。例えば、中学生、高校生がお小遣い握りしめて、買うことができる値段なのか。それとも、大人の、まあ、一つのエンターテインメント楽しむ一つとしての、大人の趣味のような値段なのか、その辺かあたり。ああ、そうですね。これはものすごい、えー、なかなか素晴らしいご質問ですね。あの、訪日者がですね、たくさん集まる、まあ、東京という土地柄、そういう土地柄で、そこにいさないお台場っていうのは、一つの。 もはやそ,のそれをドラマで見てスクリーンのこっちであのポップコーン食べながら映画館で見るんじゃなくて自分自身がその場にいてその事件の当事者の一人になる時に。